ファーストグレートウェスタン時代のロゴマークナイトリビエラとは、イギリスの首都ロンドンとイングランド南西部コーンウォールの最西端の都市、ペンザンスの間を運行する寝台列車である。ロンドンとスコットランドを結ぶカレドニアンスリーパーと並び、イギリス国内で現役で運行されている二つの寝台列車の一つである。ナイトリビエラは、ロンドンとペンザンスを結ぶ昼行列車。 コーニッシュリビエラエクスプレスを保管する夜行列車として、イギリス国鉄時代の1983年7月11日に運行を開始した。リビエラはイタリア語で海岸などを意味し、コーンウォールの風光明媚な海岸線をコーニッシュリビエラと呼ぶ。2017年現在の運行会社は、グレートウェスタンレールウェイである。ナイトリビエラ運行路線ズロンドンパディントン駅と、 ペンザンス駅の間を土曜日発を除いた週6日、1日1往復運行している。同じイギリスの寝台列車であるカレドニアンスリーパーが途中駅で編成を分解、結合するのに対しナイトリビエラは一切の分解、結合を行うことなくロンドンペンザンス間を運行される。1999年によりカートレインの併結を行っていたが2005年夏の 運行を最後に終了した。動力車は、専用に用意された4両の57型ディーゼル、機関車が用いられ、1編成につき1両が牽引する。また、かつてのグレートウェスタン鉄道で用いられていた、蒸気機関車の伝統に倣って、これらのナイトリビエラ専用機関車には、城の名前が愛称として付けられている。客車は、寝台車と座席車の他にも食堂車が連結されており、 全てマーク三脚車で構成されている。寝台車は全て個室寝台車であり、シングル個室と二段式ベッドを有するダブル個室の2種類の個室が用意されている。座席車の座席は昼まで車の一等車と同等の2列1列の配置である。ありがとうございます。